岡サーキット一周ツアーでございます。イエーイ。ゆっくりでいいです。本田さん、ゆっくりでいいです。ダメです。ゆっくりでいいです。はい。ピットロード60キロでしたね。まあ今日ちょっとゆっくり回ってもらいます。鈴鹿サーキット1962年に、できましたが、もう今年60周年ということでね、鈴鹿サーキットの社員でもないのに鈴鹿の宣伝してますが、今もう世界屈指の難コースというテクニカルコースと言われてますけど、本来これ作るのは、遊園地の方に作る予定だったらしいですね。サーキットね、向こうは平らな土地があるんでそっちで作る予定だったんですけど、その青写真を当時の本田宗一郎さんが見て、これは田んぼを随分潰すことになる、お米は日本人の主食だから田んぼは潰すなと言って、それでこっちに作ることになった。でこっちに作ると山が今も残ってますけど、小山がいっぱいあって、それをこうすり抜けるようにコースを作ったんで、こんなテクニカルなコースができたということですね。まあ、空前の産物でもあるわけです。まあそれぐらい本田宗一郎さんって神がかりな人だったかもしれないですね。はい、第1コーナー今回っております。で、左のアウト側の縁石の方に膨らんでいきます。あ、本田さんやっぱりライン分かってるわ。はい、ありがとうございます。はい、この辺でまあ2コーナーに向けてブレーキを整えて速度を整えて入っていきますが、2コーナーはクリッピングポイントが随分多くです。もう入れていいですよ。はい、だけど縁石の一番終わりの方がクリッピングポイントです。今みたいに急激に入ってきてはいけませんこの辺がクリッピングポイントね。そしたらアウト側にアクセル踏みながら広がっていくことができます。以降のアウトにずっと広がっていくと、すぐにそのまま車線変更を右側にしていきます。車線変更していきます。でアウトいっぱい行きますが、ちょっとこれからゆっくり行ってください。ちょっと右側に路面のくぼんだところがあります。今ちょっとこの10メーターぐらい前、路面がちょっと くぼんでます。はい、ここ後で見ましょうね。このくぼんでるところを乗り越えたところがハンドル切るタイミングです。でインサイドに向かっていきます。SG 左右左右というふうに切り返していくわけですが、1つ目を入っていきます。1つ目抜けたら道幅の中央に出ましょう。道幅の中央に、車を持っていきます。で、2つ目に切り返す。はい、中央から切り返していきます。これもクリッピングポイントだいぶ奥です。インガーの縁石の終わりぐらいのところを目指します。立ち上がり重視ですね、割とここはね、立ち上がり重視、ブレーキちょっと必要になります。でコース幅の中央に持っていきます。コース幅の中央、ここもね、これ中央じゃないよ、道幅の真ん中道幅の真ん中。はい、それから、逆番手前にアプローチしますけど、インガーの縁石の一番出っ張ってるところを狙っていったらそれでいいです。立ち上がったら道幅の真ん中。だからこれまで S 字の各コーナーのつなぎは道幅の真ん中に立ち上がってましたね。はい、この先が逆バンクコーナーです。ブレーキを少しかけながら、薄くかけながら入っていきます。あ、ちょっとマグラレを強くかけるかな。ここもインガーの縁石の終わりぐらいがクリッピングポイント。今もうインに着くのがちょっと早すぎます。これだとね、もっともっと奥の方、この辺りがクリッピングポイント。で逆バンク立ち上がったら左に行かない、右いっぱいで立ち上がります。右いっぱいにというのは、ここからのダンロップコーナーをアウトいっぱいから登っていきたいからですね。アウトいっぱいから登っていきたいから、逆バンク立ち上がりは右サイドで、一回インについていただいて、東ショートカット入り口あたりでアウトにつきます。東ショートカット入り口あたりでアウトに膨らみます。はい、でアウト側に縁石出てきましたけど、東ショートカット入り口ぐらいがアウトされる。でアウトにずっといます。東ショートカットが今ここにいますが、抜けて先にちょっと高いところが今入っていくよ。はい、黄色いこのぐらいから切っていきます。このぐらいから切っていきます。だんだん切っていきます。あの黄色いタンポポの手前で緩やかに。次のクリッピングポイントは12番ポストの向かい側です。右側に12番ポストっていうのが出てきました。12番ポストの向かい側がクリッピングポイントです。難しいね、難しいね。はい、今もうインについちゃってますけど、ここでインについてはいけません。12番ポストの向かい側でインにつきます。これも右側に見えてますね。12番ポストの
向かい側でここをクリッピングポイントにしていきます。そうするとデグナに向けてまっすぐブレーキが踏めるようになりますね。はい、デグナに向けてまっすぐブレーキができるようになります。やっぱりまっすぐ左右荷重を均等にしてブレーキしないとフラフラしちゃうんで、まっすぐでブレーキしたい。50m までに、ほぼ 50m までにブレーキを得て、50m 過ぎた直後、この辺からハンドル切ってきます。で、一番インを目指します。そうすると、勝手にアウトサイドいっぱいに行きます。まあ、直角に見えるけど、くの字型のコーナーでしかないので、できるだけ速度乗せるような努力ですね。はい、この先、デグナーの2つ目。あ、ちょっとここ止まってもらっていい？つまらない話しますね。デグナーは、今一つ目二つ目とありますけど、本来は一個の 100R のカーブでした。外側のバリア、左側のバリアの付近をコースで走って、半径 100m のカーブでした。でもアウトサイドに遠赤、セーフティーゾーンを作らなきゃいけないということで、あの先がもうちょっと谷になって道路になってるから外に広げられなくて、でちょん切って左側にセーフティーゾーンを作りました。なのでコーナーが二つになった。なんでデグナっていうかっていうと、当時1962年のグランプリの時に、オートバイのグランプリの時に、東ドイツのエルンスト・デグナーっていう世界チャンピオンが、その古い 100R のカーブのデグナーで転倒して転びました。あの名手デグナーが転ぶほど難しいということから、デグナーカーブという名前ですね。僕が 130R でクラッシュしたのに、福山コーナーにはなってません。はい。はい。デグナーは東ドイツのワールドチャンピオン、二輪のワールドチャンピオンの名前ですね。はい、進んでいきます。この縁石の終わる、左の縁石の終わる直前ぐらいから切っていきます。はい、切っていきます。はい、でここはまあインサイド縁石ちょっとも乗っても大丈夫ですね。ここはね、アウトいっぱいに行って、左サイド立体交差の下からヘアピンに向けて 110R です。もう立体交差のあるサーキットは珍しいですね。今から作る、今の時代に作ることはちょっと難しいと思います。立体交差があるおかげで、坂口君が今朝お話してくれました、左右のコーナーがほぼ均一になる数がね。はい、見えてきました。 110R マクラーレン、ここ全開で行けません。一回手前でブレーキちょっとかけて、でも曲がってる最中、この辺りはアクセルに足をちょっと乗っけた方が、安定していいと思います。で、抜けたら道幅中央に向けて、ハンドルをほどいて、はい、道幅中央に向けてまっすぐにしてブレーキングします。早くハンドルを広いほどいてあげてまっすぐを作る。だから道幅中央ぐらいからエントリーでいいと思います。はい、インカーの縁石について立ち上がり、アウトいっぱいまで、アウトいっぱいまで広がっていきます。まあ立ち上がり重視ですね、ここね。ですけど、あそこ踏むと勝手に鈴鹿先と看板下でアウト側にいます。鈴鹿先と看板の下ではアウト側にいます。さっきの緑色のペイント踏むの忘れないようにね、あれ重要です。右フロントタイヤでかすめる、ね、そしたら勝手にこの下でアウトにいます。しばらくアウト走ります。左側のスポンジバリアが終わる手前、この辺から切ってきます。ちょっと遅かったな、はい、この辺から切っていきます。リンガーの縁石が終わるあたりが目的のところです。リンガーの縁石がありますが、終わるあたり、この辺がクリッピングポイントです。そうするとスプーンに向けてまたまっすぐブレーキが切れるようになります。はい、ちょっと下ってますが、スプーンのブレーキングをして右側に緑色のペイントを塗ったところがあります。皆さん、朝お話しました、これが終わる前、このあたりからハンドル切ります。植えて、それと同時にアクセルちょっと踏んでいくような感じで、後ろ側に体重かけるじゃない。で、アウト側の縁石に、アウト側の縁石に広がっていきます。はい、アウト側の縁石沿いを少し走ります。で、軽くブレーキをかけながら、ここちょっと下ってるんで、軽くブレーキをかけながら
ブルの2つ目にアプローチします。ちょっと待ってもらっていいですか。すいません、止まります。立ち上がりの、まあ、バスだからちょっと高いところにいるんで立ち上がりがちょっと見えるけど、マクラーレンからだと立ち上がりがなかなか見えませんね。どこからアクセル踏んでっていうのかよくわからない。でもそのコースの向こう側見てください。グレーのスポンジバリアとそれから赤白緑のトリコロールのタイヤバリアの境目があるでしょ。グレーとトリコロールカラーの境目、あそこはここから見えると思います。車高が低い車でも見えると思います。で、あの境目のグレーとトリコロールの境目のところが出口です。アウチバアウトに着くところね、そういう目安に取れると思いますので、あの辺だなっていう目安に取っていただけながらアクセル開けていけばいいと思います。はい、お願いします。グリッピングポイントはこの辺で、あのグレーとトリコロールのつなぎ目のところがアウトサイドですね。はい、いい感じです。いい感じです。はい、続いてアウトサイドから今度はバックストレート入りましたけど、緩やかに左に曲がってます。 1000R、 半径 1000m の 1000R ですが、これ一番インについていく光景よく見ますけど、我々は1台分開けときましょう。ひょっとして速い車がインサイドから抜いてくる可能性があるので、一瞬見落とすこともありますから、左側はちょっと開けときましょう。でもこれぐらいがちょうどまっすぐずっと走ってると自然にアウトサイドに行きます。坂を登り切ったあたりから 130R に向けて自然にアウトサイド行きます。これがレコードラインという感じですね。朝坂口君からお話ありましたところが、西ショートカットの西ヒットからの出口、ここで脱輪しないようにっていう話がありましたね。まあ、右サイドいっぱいブレーキングは 200m 過ぎたあたりからは結構強く踏みましょう。で、50m までにブレーキを終わります。 50m までにブレーキ終わって直後 50m からハンドルを切っていきます。右側の縁石の一番出てるところを向かってアクセルをちょっと乗せてます。この辺ではで車に荷重をかけてアウト側の縁石に向けて膨らんでいきましょう。はい、50m からエントリーして、その地点での縁石の一番出っ張ってるところを狙えば自然にここに行きます。アウトサイド沿いを少し走って、今度は続いて横浜看板の向こうに28番ポスト、よく見えないですけど28番というポストがあります。電光掲示板が点灯してないけど電光掲示板があるのが見えると思います。あの28番ポストに向けてまっすぐ行きます。もうブレーキングはすでに開始していて、28番ポストの向かい側が試験員の入り口ね。はい、入っていただいて道幅中央より右に車を置いてください。はい、これ左に行っちゃうと試験員の2つ目が遅くなってストレートの速度に影響するから、道幅中央よりちょっと右に置いていただいて、2つ目を抜けアウトサイドへ。はい、この辺でまた止まってください。はい、止まってください。はい、ここまではいいんですが、ここから最終コーナー、これマクラーレンパワーあるんで、ここがなかなか難所になってきます。ガンガン踏んでいく、まあ電子デバイスも働くけどガンガン踏んでいくと結構危ないところなんで、難しいところです。ここまではこのラインで来ていただいて、その先にオレンジ色のカバーをかぶしたところが、ガードレールにオレンジ色のカバーがかぶっているところがありますが、あの左脇を通るようなイメージで狙っていきましょう。あのオレンジ色のすぐ左を通るような感じで狙っていきます。はい、お願いします。はい、ここからオレンジ色のすぐ脇を通る感じで狙っていきます。で、そのままのハンドルでいると勝手にアウトサイドへ降りていきます。これが一番緩いラインです。ちょうどこの辺は4速から5 4速でパワーがかかっているところなんで、できるだけなだらかにしてあげたいです。はい、メインストレート出てきました。それでは、ここのストレートはさっきの 700m、ちょっと下り坂になってますね。Thank you.
ートルのところまでにブレーキを終えたい、できるだけ終えたい。はい、ちょっと一回降りてみましょう。はい、一回車降りてみましょう。